よろしくお願いします。はい、それではマイクこれ欲しいけどしょうがない。ワンちゃんも一緒に大丈夫です。あ、マイクスタンドやってくれるの、ありがとうございます。はい、それではじゃあ皆さんバチをバチをバチ袋のここにあるから取ってください。バチを取りましたか？はい、ちなみに気が向いたら、はい、バチの人、バチある人、バチありますか？バチない人、バチある人、はい、じゃあやっていきましょうかね。はい、じゃあ太鼓は元気よく打った方がよろしいかと思いますのでね。はい、じゃあですね、基本あ、じゃあもう教えてくれるいいの。はい、じゃあバチ握ってください。太鼓打った人ある人、ない人、ある人、ない人、そうです。ちょっと声も出してみましょうかね。太鼓を叩くとある人、はい、ない人、はい、じゃあまずは足をこうやって持ってください。気をつけて、で足はさあ肩幅よりもちょっと広く取ってみてください。はい、で気をつけして、これをまた上に上げます。このまま下に行ってみましょう。はい、今度は反対の手を上げてストン、それだけで音が上がります。じゃあですね、次は、あ、すごい声聞こえる。でも好きに打ってみましょうね。じゃあですね、
チって言ったら止まる。分かった人、はい、分かんない人、分かった人、はい、分かんない人、はい、じゃあちょっと打ってみましょう。はい、気をつけてね、本当に。はい、じゃあ行きましょう。してください、私の真似っこをしてください。私が1234って言ったらの感覚で何かを打ちます。そしたらみんなもその後について打ってください。1234 1234みたいな。分かった人、はい、聞こえん、分かった人、はい、ああ可愛い声が聞こえた。分かった人、はい、分かんない人、わかんない人、おー、いた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 、はいはい、じゃあ行きましょう。
ズムちょうだい。あれちゃん、あれちゃんです。はい、渡す。はい。マジ俺。腕が疲れる。Thank you.
い太鼓ついてる人は大きい太鼓とか、ちょっとチェンジします。あのね、場所をね、好きな太鼓に変わってください。はい、変わって立ち持ったままでいいです。
分かった人。はい。こんにちは。分かった人。はい。みんなにフレーズを2個覚えてもらいます。2個で1回歌うから真似してください。1つ目のフレーズ、ダンダンダカダンフッドンどこどこ。長いけど覚えられる、絶対大丈夫。もう1回言います。せーの、ちょっと見て、1、2のせーの、ダンダンダカダンフッドンどこどこ。ちょっと手も振りでやってみましょうか。あ、かずみちゃんがやってみよう。1、2のせーの、ダンダンダカダンフッドンどこどこ。あの右左右左交互みたいな感じでいいかな。はい、ほらほらほら、見て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 ください。はい、じゃあ、あ、すごい、え、何それ。いや、1、2のせー、声出そう。はい、もっとゆっくりやりましょう。1、2、せーの、右、左、だかだ、ふ、どん、どこどこ。もう一回よ、1、2のせーの、だんだん、だかだ、ふ、どん、どこどこ。わかんない人、わかんない人。オッケー、もう一回の人、1、2のせーの、ダンダンダカダフッドンどこどこ。もう一回、1、2のせーの、ダンダンダカダフッドンどこどこ。じゃあですね、まあ分からなくても打てば分かるようになってくるかもしれませんので、はい、じゃあやってみましょう。あとにみんな打ってみましょうか。 OK ですか？ OK。 わかりましたか？
声が枯れましたか。枯れました。はい、じゃあそれを2回いきますよ。ゆっくりやろうかな。分かりましたか。ありがとう、胸さん。胸さん、ありがとうございます。Thank you.
に向かってやってみましょう。分かった人、分かんない人、前行くぞ。楽しい感じなので入場からやってみたいと思います。バッチバッチもじゃあこうしてください。片手で持つ、気をつけ気をつけ。2歩下がります。1歩2歩下がります。じゃあ入場って言ったらフッって言うから、フッって言ったらヌーンバサバサヌヌヌヌってやります。ちょっとやってみましょう。気をつけ。はい、じゃあこれ、じゃあまあ両手、はい、片手持つ、はい、気をつけ、片手で持って、じゃあ入場します。フッって言ったらヌーンヌーンパサパサ、すごいな口が。これでせーの、
はい、じゃあ入場からやってみましょう。2歩下がります。じゃあちょっとリハーサルです。ふっねえねえ、バシッバシッシャキン、ねね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 ね、顔を決める。私も初めてやりました。そみたいな感じで終わりましょうね。じゃあそんな感じです。ちょっとさ、ドリンクを飲みましょうかね。持ってる人飲み物の方に。次本番ですよ。ですね、髪の毛は染めてません。毛根は染みかけてます。この日差しにやられてます。長野のこんな空気になっちゃった。こんな空気になっちゃった。じゃあ飲みましょうかね。よし、じゃあ行きましょう。それでは聴いてください。最後の曲になりました。松代、この曲は松代っていう曲にしましょう、ね。はい、松代、いくぞI'm gonna make you mine.
ちゃんがね
かなえちゃんです。かなえちゃんがね、長野でも太鼓の道場やってくれてるのかな。こんにちは、悟空のかなえです。悟空は東京のグループなんですけど、その中で私上田に暮らしの拠点を置いていて、で今年の2月から里縄という和太鼓の教室を開き始めました。で3歳のお友達から大人までみんな一緒に太鼓を楽しめる教室をやってます。今からこれ配りますので、もしよかったら遊びにいらしてください。それで月に一度は土日一度はワンコインで子どもは太鼓体験できる会も開いてます。ぜひぜひ一緒に太鼓を打ちましょう。お待ちしてます。 QR コード読み込んでみてください。ここに書いてあるので、ぜひぜひいらしてください。じゃあさ、せっかくなんでみんなで写真撮ろうって俺が言ってます。俺言ってるのよ。じゃあ太鼓をちょっと皆さん集合、この辺に、ほら、お兄ちゃんも、皆さんも、ちょっとキューってなりましょう、キューってなりましょう、キューってなりましょう、キューってなりましょう。